はい、こんばんは。西淡倉村の山根です。今日はですね、ちょっとある方をね、紹介したいと思います。四国の愛媛県松山市にね、お住まいの YouTube 名高級石焼芋さん。実はね、この方はもう僕とこう仲間なんですけどね、YouTube 仲間として松山からこういろんな情報を発信しておられる YouTuber さんですすごいね、動画の本数と、本数を上げられてるんでね、僕も見習わないといけないと思っている仲間の一人です。その方がですね、こうぼ自分のこう動画の中でね、僕のことをねこう、西アクラソンの山根さんがとか、こう言ってくださったんでね、う、まあ、嬉しいなと思いまして、本当に高級石焼き芋さん、ありがとうございます。 あの二人のね、共通点としてしまして、やっぱりこの、ラーメン好きということでね、僕もすごいラーメンが好きなんですよ。高級石焼き芋さんがあの、富山ブラックラーメンね、実際にも食べられたし、カップ麺でも食べられた動画を見てね、実は僕もあれ食べたことあるんですよ。あれをね、ちょっと探したこともあります。あれはね、結構美味しいですね。あの、パッと見すごい、 スープがもうブラックな、黒なんでね、うっと思うんですけど、食べたらね、あの感じ、食べたことにし、食べた人にしかわからない。結構黒胡椒とかが効いててね、僕も好きですね。あれはですね、以前鳥取県にもそういうお店があって、今は潰れちゃったんですけどね、富山ブラックラーメン的なラーメン屋さんがね、あってね、僕そこ結構通ってまして、 またね、そこ鳥取県にも、またそれに近いラーメン屋を見つけたんでね、また今度食レポしたいと思います。それでですね、このカップ麺でこう、高級石焼き芋さんに伝えた、横浜家系総本山、吉村屋っていうね、カップ麺をね、紹介して、今日もね、こう探し回ってくれた動画で僕のこともね、おっしゃってくれて本当にありがとうございます。それでですね、 僕まだね、食べたことがないんですけど、以前僕の放送で、吉村屋の麺なしラーメンっていうものをね、紹介したんですけど、実はね、ここに、これなんですよ。明星から出ているね、わかりますかね。横浜家系総奮山、吉村屋豚骨醤油ラーメン。これをね、まだね、食べずにちょっと我慢してるんですよ。 これきっとね美味しいと思いますね本当にねラーメンっていうのはもうた一旦食べ出すとねもう癖になってねだからちょっとお腹が出てしまったのでね今ケトジェニックダイエットっていうものをやっていますということでねまた高級石焼き芋さん美味しいラーメンとかがあったらもうどんどんこうお互いに情報を共有していきましょうはいということで あの今回紹介した高級石焼き芋さんの,あのほちゃんチャンネルを僕の説明欄に貼っておきますので皆さんもよろしかったら見てほしいと思いますではね高級石焼き芋さん一緒に YouTube 頑張っていきましょうでは失礼します